はい、えー、スタートですねスタートはまず内側3者、あとは6番の、えー、ここは渡辺裕太選手が早かったですね、スタートね、えー、6番が取りましたので、えー、今日は8番の鈴木宏選手と連携です、6番、8番が前ですね、えー、そしてその後ろには2番の新田選手がいます、えー、新田選手は今日は佐藤慎太郎選手と長澤選手との連携です。2番7番9番でで東北勢ですね そしてその後ろには5番、1番小倉選手がいますので今、最後方にいる町田大我選手が上昇してきて5番、1番が前から3番目のラインとなります、うん、最後方には4番、3番福永選手そして山本慎一選手ですね福永選手は普段前を取るレースが多いんですけどこのレースに関しては後ろから来ましたよねこの辺でやはり福永選手の思惑というのはねしっかりとレースを考えながら 走ってたんだななとというようよことを感じますよねまず、えー、後方になった福永選手は1回前に切れば町田選手が飛んできますからその3番手は確保,確保できる、えー、前々のレースができると判断したんでしょうねう、えー、前を取っている、えー、渡辺裕太選手、えー、最近少し制裁を変えてるんですけどね、まあ、本来は、えー、非常に冷静な選手でね先行もまくりも、えー、立ち回れる選手ですので、まあ、ここは前からという感じになりましたね。 注目されるのは2番の日田雄大選手。長い欠場期間も明けて練習をびっちりしていますのでね、もう脚力的には問題ないと思います。迎えるのは5番の町田大河選手ですね。新田選手に挑むとしたらこの町田選手だと思います。そして残り3周を迎えてレースが徐々に、ね、ペースが上がっていきます。先頭誘導員もスピードを、ね、徐々に上げていきますので、ね、後方から早めに福永選手が 一回回押さえて一回前で切ります、えー、そうなってくると町田大河選手が、えー、それに引き出されてき、えーうん、ますのでここは非常に福永選手うまい立ち回りしましたね。 新田選手が上昇とともに福永選手のラインの後ろにはまったんですけどが新田選手はホームから今日はね早めに行きましたよね、福永選手は3番手うまいレースをしてますよね、そして4コーナーを過ぎた辺りから新田選手がスパートします、非常にかかったスパートで3番手の長澤選手が少し離れてますよね。そこに 福永選手が、えー、ちょっと、ね、絡むような形で、えー、行ったんですけども、まあ、渡辺雄太選手をまくり行ったんですけども、福永選手が内々行って、えー、4コーナーから外を伸びてい、えー、ったわけなんですけども、まあ、新田選手は思い切ってね、えー、ハンドルを投げて1着、2着には、えー、佐藤慎太郎選手、3着に福永選手が入りましたので、まあ、新田選手は力を出し切ったレースを、えー、しましたし、福永選手も、えー、最善なレースをしたんじゃないかなと、前々のレースでね、うまかったですよね完璧ですね。 そうですね福永選手はい、うん、今回追ってみたいですよねそうですねはい。2番7番4番でゴール決着です、うん、第11レースでした、はい、一着おめでとうございますありがとうございます、はい、すごい完成ですがいかがですかはいあの今年一番ぐらいの熱い声援の中走れてすごく嬉しいです、はい、そしてレースでも一番人気に応えての佐藤選手とのワンツー決まりましたかいかがですかはい あのまあ、3番手の長澤君までゴール勝負できるのは理想ではあったんですけど、えーまあ、対戦相手が強かったこともあって、えー、ここだと元でホみみームからのすかさずの仕掛けでしたけれどもご自身は早めの仕掛けは意識ししてましたか、まあ、あの町田君、また福永君、渡辺君を相手にするので、まあ、レースは。 早い段階から始まるかなというのは考えていました今大会は優勝もある大会です、相性の良さは感じてますか、はいあのまあ、あの今までナイター、まあ、いというよりはどちらかというとデイ開催が多かったような気がするんですけど、えー、本当にこのように皆さんの温かい声の中で走れるのはすすごく選手見よりだと思ってますそれでは1着で迎えます、明日の準決勝戦に向けて最後にもう一言お願いします。 はいあの明日も精一杯頑張ります、えー。引き続き応援してください。おめでとうございます。